今日は何作ってくれるの？今日はチゲ鍋です。チゲ、チゲ、初めてのチゲ鍋。チゲ鍋とキムチ鍋って何が違うのよ？二所ちゃん、ほぼ辛さが違うんだな。辛い基準が一本食べれるかな。うん、ネギぐらいいけるやろ。形これでいい？うん、いいよ。あ、袖がめくってあげる。ありがとう。うん、逆逆逆逆めくってあげるで。逆逆逆逆めくる意味わかる？はいはい、どう？超いい感じ。うん、全部食べるかな。何グラムなんですか？200。半分でいいんちゃう？半分3等分とか。うん、くらい一緒ぐらいでいいんちゃう？酒、酒大さじ1、醤油大さじ2、大さじ2、みりん大さじ1、鶏ガラ大さじ1、コチュジャン大さじ2。コチュジャンない？なかった？そやん、あんなに大量のコチュジャンどこ行くん？甜麺醤、豆板醤してた？ないよ。うわ、辛そう。こんなもんでいい？全然俺は辛いのいけるから。キムチも入れない？うん、はい、いいんじゃない？炒めてくれ。はい。おー、それだけでやれちゃう。パンチうまいでいけんじゃん。いけるね。2倍もクソだ。第2次ないよ。ないね。調味料入れてからソースって感じだけど。そうなの？あれでもっとさっき入れてくれよ。もうボンボン入れていっていいと。うまいからな。そんなら何も変わらんから。これ、見たことないの？なんか、もつ鍋。ここをするの。一点集中型のニラ、見たことないの？ちょっとやったやんか。豆腐がでもそこおるから。え？いや、そうやけど。わお。あ、結構ドロドロやな、こんなもん。うん、決まらんわ、蓋が。締めんね、決まらんじゃなくて。もつ鍋見たことないの？え、あるで。それ俺、何？近いし。近いし。キムチこのとこ乗せて。もつ鍋にキムチ入ってないから、普通。水もう入らへん。丸顔。夫婦。乾杯しようや。乾杯しよう。いただきます。飲まれへんからな。濃いめで。あ、いいね。俺は、すもも茶味噌。なんかやってない。やってる。炭酸できひんのか。俺は、乾杯。乾杯。いいね。うん、で、ちょっとまだ鍋できひんから、さっきのキムチな。美味しいねんな、この。で、これそのまま食ってもうまいやん。ごま油かけたらもっとうまい。これ食ってみて。どうだる？ない。めっちゃうまいから。もうこれだけで全然味変わる。うん。美味しい。なんか酸っぱさなくなんねんて。酸っぱいキムチ。美味しい。いいね。どうやろう、辛いかな。カンちゃんもな。うん。鍋もあったよね、じゃあ。名前考える？赤ちゃん。うん。いいね。考えようか。この二人でさ、うん、こんなんいいみたいな、何回か話せるやん。うん。結論は出てないけど。うん。その中で出てない名前ある？出てない名前？まだこう隠してる。いいなって思ってる名前。そうそう、こんな名前にしたいっていう。できってるな。その中から今日候補が出てこへんわ。だからなんか名前図鑑みたいなとか見て、なんかヒント来るのをまだ探してないだけかもしれないけど、いろんな候補を見たいけどな。なんかでもこんな決め方でいいんかなって感じやな。いや、で。だから俺らの名字あるやん。それに合う感じやったら。思いでつけるってのも大事だけど、でも後付けちゃう？まあでも響きで決めるにしても、その響きがどんな感じやからこんながいいっていうのがあるから。まあそうやな、春がいいみたいな話してたよな。うん、かわいいよね。春がいいって言ったのはな、最初ヒリやんな。そうやったっけ。うん、春どう思って。春、まあ春に生まれるから春やった。そんなことないんちゃう？春ってかわいいなって。でももともとその私が千春とか小春とかかわいいなっていう話をしてた。芸能人の春を言ったのが俺やったかな。そうやな、やっぱりナミにあのな、ルイのルイ、ルイ
ルリノル。ルリノル可愛いかな。せやな。そう、でもルリノルが固定で名前な考えてな、春。あ、この葉いいなみたいな。葉っぱの葉とか果実の葉とか花。花もあったな。で生命判断ってな、無料のやつやからな、ほんまかどうか分からんけどな、名前名字と名前春でどの漢字でもあんまり詳しくなかったよな。なんか今日とかやったことある？今日とかやった。あ、なんか名前だけの組み合わせがさ、いいっていう感じじゃなかったな。なんかせめて吉やったらさ、まあまあええんかもしれんけど、なんかほぼほぼ今日やったな、組み合わせ的に。名字も今日やな。強強セットなるわけや。名字がもう固定やからな。名字の画数。すいませんね。いや、そうなんですけど。せめて名前部分の漢字の運勢というか、そうね、あれだけは吉ぐらいにしといてあげたいな。まあ、女の子やから将来な、名字変わるとして。あ、そう。女の子や。そう。女の子。まあ、みんなどうやって決めてんやろうな。でも生命判断もよるやん、そのネットもあれば、まあ人に聞くのもあるし、占い、こんなんがいいよみたいなやつ、うん、見てもらうっていう人もいるやろし、俺はなんかおじいちゃんがどうやってつけたか分からずな、その。なんかそのおじいちゃんもすごいよな、数ある中からさ、これってこの名前でこの感じ、だから俺の親は決断をおじいちゃんに任す。いや、それがすごいよ、自分の子やのに、うん、おかんがすごいと、うん、お母さんがすごい相手のおじいちゃんな、うん、いや、いいねんで嬉しいけど、言われた名前がもしも気に入らんかったらなって、だからまあもしかしたらおじいちゃんとねのお母さんの好みがめっちゃ合ってるかもしれないし、いや、言ってないだけの可能性もあるから、まあな、お母さんは優しいから言ってる可能性もあるで、なんか男の子やしな、全員でもさ、全員さ、その共通点あるわけで、ある名前じゃないやん、ない、兄弟全員が、しかもさ、ヒデの名前だってさ、お父さん何かをもじってるわけでもないの、ヒデのおじいちゃんと似てる名前とかでもないの、漢字が一緒とか、はい、全員ない、すごいな、それは不思議やわ、そのわけきそうやな、かけてみる、うん、いい感じ、めっちゃいいやん、決めたけど、ありがとうございます、めっちゃいい感じやね、おいしそう、とっても、いただきます、味どうやろう、うまい、うん、うん、もつも、あ、辛い、まあ、これ口見たらだいぶいいけど、いいね、ヒデがいいね、ヒデがいい、俺の口にピンとあったじゃん、でも昨日さっき言ってたんじゃん、なんか、さっきにした、純正でさっきにしたけど、でも吹いたやろ、もう使ってるやん、使ってる、最悪やん、ヒデは言ってた名前候補からさらに増えた、いや、もう出てるよ、ヒデも出てる、出てるよ、ヒデはもともとそう思ってた、もともと赤ちゃんできましたって決まった時にこんな名前がいいな、いや、いろいろ見て、あ、これいいな、あれいいな、みたいな、そんな、だって男か女かも分かってない状態でさ、ちっちゃい時からさ、あ、自分に赤ちゃんが生まれてきたらこんな名前にしよう、みたいな、ちょっとないぼんやり、あったあったあった、女の子出てないな、男の子やったの、考えたかもしれない、覚えてない、あ、でもそれでやったら出てない名前で、私はなんかきなりちゃん、きなり、きなりちゃん、まあ、読み方のきなり色っていうのがあるやん、きなり色、白、なんか白じゃないけど、ま、真っ白のベージュよりみたいな多分言いたいと思うんだけど、きなり色っていう、まあ、白に近いんかな、漢字はどうしようかな、ひらがなでもいけやなって思ってた、子供ができるか、それ初耳やな、結婚するとかっていうよりかは、きなりええんちゃう、ひらがな、ほんまにきなりちゃん可愛いよな、なんかおらんやん、聞いたことない、きなり色ほにゃんみたいな感じやもん、きなりちゃんって可愛いなって、うん、でもまあはるちゃんも可愛いやん、私はすいちゃん、あ、すいな、そう、すいちゃんいいなって、すいの、そう、すいすいのすい、うん、すいもいいよ、すいちゃん可愛いなって、いろいろあるような子、あ、でも俺はだからもう春がなくなったから、なくなったわけじゃなくない、いや、もうないよ、いや、でもあ、じゃあほん、あの生命判断はほんまに信用できるかどうかもわからんやん、いや、だって他のもそうなんや、ほんまに、うん、春ええねんけどな、うん、なんかちょっと私も春ちゃん寄りやったで、春で運勢が良ければなしじゃなかったもんな、春ちゃんいいと思う、そやな、それで言うたら俺はやっぱアスカかな、あ、出てたな、アスカかっこいい、かっこいいけどな、ピンとこやってアスカって自分の子を想像できひん、自分が呼んでんのかって、うん、アスカやばい、ほんちゃんもう春候補なし、春はなし春はなしになりました、赤ちゃん春はなしや、ごめん全国の春さん、どうつけていいか分からへん、春にするけど漢字を変えたら別に大丈夫や、その語呂はいい、結局は結論出るやん、
一個でも出たよ、オールホワイト。きなりちゃん。なんなん、いいよ、好き。なんか、いいって終わりたいね。このくじで終わりたいってこと、うん、いいって、かわいい。笑うし、最後。言いやすい、それ決まらんよな、ほんとに。まあ、一旦あれちゃうぞ、いきなりの感情を考えていく方法に。確かにな、小生を思うねんしな、この名前でよかったって思ってもらいたいしな。じゃあ気に入ってほしいな、うん、まあ候補は増えた。ちなみに俺の中ではもうほぼほぼ決まり、あれ決まりちゃん、決まりちゃん、きなりちゃんやね。きなりちゃん、きなりちゃんの感情どうするかって、なんかゴロやな、可愛い感じの雰囲気が出てくる。見てくれたママさんがこんな風に決めましたよみたいな、なんか意見くれた、まあ、それか、その自分の名前がこういう風につけられましたみたいな、でも赤さんくてもいいけど、決め方、うん、だけなんかあるんやったら、うん、なんか音で決めたと響きで決めたとか、この感じをつけたかったとか、まあ、俺らはもう今と完全に響きや、響きやな、あの見てくださってる皆様、少しでもいるでしょうか。なんか丁寧な感じどうやってつけられたか知ってる人、はい、ぜひ教えてほしいです。こうやってつけたらどうっていうのも聞きたい。アドバイスな、うん、いいね、ぜひお願いします。コメント欄にあのチャンネル登録と高評価とか、そうお願いします。では天も竹縄で、めっちゃ普通にマジなやつやバイバーイ、バイバーイ。